小学生の時代から日本で一番というのを決めるその必要があるのか、むしろこの大会があることによってこの勝利至上主義になって、ね、子供っていうのは成長期であってですね、勝ち負けだけじゃなくて心身をバランスよく育てていくことが大事だし、そして柔道で最も大切なのは戦う相手に対するリスペクト。柔道は人間協力的な要素が非常に高いスポーツだと思ってますけど、多くの柔道家の人を認識してますけど、勝たなきゃ勝ちがないんだと、試合での結果が全てだとなるとそういったものも歪んできます